はい、酒好きな俺の飲酒動画、今回もまた梅酒ですね。長屋の熟リッチ梅酒、極熟梅酒、本当かな、完熟の上を行く濃密さ、アルコール度数 10%、無添加国産南高梅 100% 使用、濃密なのに甘すぎない、カロリー 20% オフ。完熟の南高梅をたっぷりお酒に漬け込んで、約1年間じっくり熟成させることで、完熟の上を行く濃密の美味しさを実現しました。一日の締めくくりなど、ほっと癒されたいときに、一杯でうっとり濃密な美味しさに包まれる、濃厚派のための極熟梅酒です。だそうです。原材料名、梅かっこ国産、砂糖、醸造アルコール、ブランデー、あ、ブランデー仕込みですか。ね、多分ね。ね、ということで。まあ、これ値段1000円ぐらいです。720ml。ね。では、飲んでいきたいと思います。アルコール度数が 10% と低めなんで、先ほど飲んだスペシャルに比べるとかなり。それでは乾杯。先ほど飲んだ梅酒スペシャルと何がどう違うのかがほとんどわからないですね。いや、美味しいですけども、まあ、アルコール度数はちょっと低いのはわかるんですけど。よくわかんないな。若干なんか、いや、わかんないな、これ。これは完璧に飲み比べないとわからないレベルですね。はっきり言って。もう違いというのは、アルコールの感覚ですね。あ、こっちがアルコール度数高いな、低いな、ぐらいしか。あと甘さもほぼ変わんねえしな。唯一わかるのとして、ブランデーの、香り。ちょっと香りがやっぱこっちの方が強い気はするんですけど、多分ほぼわかんないですね。
これはちょっと難しい。少なくとも完熟で熟してるっていう、あの味はわかんないです。うん。完熟梅酒を使ってるはずなんですけど、ちょっとこれ飲み比べてみましょうか。ああ。ああ。なんか違う気がする。ああ、でも、やっぱ違うか。でもやっぱ、飲み比べて初めてこう、あ、ちょっと、あの、なんだ、酸味が強い。こっちの方が。こっちの方がやっぱ青梅だけあってちょっと酸味が強いですね。うん。うん。酸味と若干の、えぐみっていうか、ちょっと渋みみたいな。なんていうの？青臭さみたいな。うん、悪く言うとね。ああ。確かに、ああ、そう比べてみると、飲み比べると結構違うな。うん。いや、本当に、これは飲み比べると、初めてわかる。正直。うん、俺は嘘は言いません。これはね、正直、ほぼわかんないです。ただ飲み比べれば、ああ、わかりますっていうレベルですけど、さすがに、飲み比べないでこれを当てろっていうと、無理。うん。これ無理。無理です。うん。ああ、でも違うわ。やっぱ飲み比べるとね。明らかにこっちの方がまろやかなんです。こっちの方がね。口当たりが柔らかい。で、基本的にトゲトゲしさがなく丸い感じの味わいでスッと入ってくる。で、こっちは割と荒々しくて、口に入れた瞬間にもう、シャープですね。味が。うん。うん。うん。で、で、酸味がこっちが強い。こっちは弱い。ぐらいかな。いや、これはちょっと、正直言ってあんまり、明らかに長屋の、こっちの方がうまいですね。うん。こっちの方がうまい。なんか、こう、完熟の上を行く濃密さ、みたいな。濃密みたいな。コク超あるよ、みたいな。で、言われて飲んでみたら別に大したことなかったっていう。うん。ぶっちゃけほぼ変わらないなという。コクは多分ほぼ変わらないなという。うん。これレベルの歌い文句でいくと、もう、コクはもう5つ星レベルですけど、俺の飲んだ中だとこれは、うん、別に。うん。うん。難しい。うん。うん。だいたいスッと入ってくる感じっていうのも、
ね、アルコール度数が 4% も少ないわけですから、こっちの方がね。スッと入ってくるのは当たり前の話。うん。ね。それを考えると、やっぱり梅酒らしさ。うん。梅酒らしいっていうことを考えると、若干これ香りがそこまで強くないですね。はい、今回の評価はこちらになってます。はい。コク三つ星。別にコクはありません。普通です。甘み。うん、甘い。まあ、普通甘い。香りがね、若干長屋のスペシャルが弱い。おすすめだ、三つ星。うん、別におすすめしません。うん。これは、あ、そうですかっていうレベルの何も変化があるとすれば、度数の 4% の魚と言ってしまえばもうそれで終わりです。うん。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。